morning. This is fantastic. I feel like it's 2019. it's great to see. おはようございます。2019年のような人出で本当に嬉しいです。日米同盟に関してスチュワードシップ、さらに専門家として活躍をしている方をお招きできて嬉しく思っております。本日のゲストを紹介したいと思います。国会議員であります。ゴールデンウィークということでありますので、よく訪米されていたんですけれども、過去2年間に関してはやはりコロナのパンデミックということで、このように日本からの訪米団を受け入れることができませんでした。以前のことを見ますと、例えば10年前でありますと、安倍総理が CSIS でこの日本が戻ってきた、ジャパニーズバックというふうにおっしゃっていました。私が今言いたいのはゴールデンウィークが戻ってきたというふうに申し上げたいと思います。私は CSIS のアジアプログラム SVP、 そしてジャパンペアチェアを務めておりまして、ジョージア、タウン大学でも教鞭を取っております。本日は地政学的にアジアだけではなく世界的な状況を鑑みまして、日米同盟の意味合いに関して話をしていきたいと思います。本日のスピーカーを3名迎えております。1時間の時間がありまして、この聴衆の皆さんからの質疑も受けたいと思います。小野寺先生であります。1997年に当選しまして、元防衛大臣ということで、安倍政権の下で防衛大臣として活躍をなさりました。自民党としまして、この日本国家安全保障戦略に関する提言というものを岸田総理に提出されています。本日その話をしたいと思います。佐藤先生です。自民党衆議院ということで、2007年から議員としてご活躍でありますけれども、大変素晴らしい陸自での指揮官としての活躍があります。もちろん世界の皆が感謝をしている実績であります。さらに安倍政権下にありましては外務副大臣を務められました。さらに陸自でも活躍されたということで、本日はお越しいただきましてありがとうございます。シーラ・スミスさんです。外交問題評議官でシニアフェローを務めておりまして、例えばジャパンリアームスといったような著書などを持っていらっしゃいまして、日米関係、さらにアジアに関しては大変造詣の深い方であります。今日は対談スタイルで話をしていきたいと思います。そしてディスカッションに進んでいくという形になりますので、よろしくお願いします。この iPhone ででもですね、この質問を受けておりますので、私はバスケの試合を見ているわけではないし、例えば株の取引をしているわけではありませんので、どうぞご容赦ください。よろしくお願いします。私は聴衆からも質問を受けてもいいということで、マイクがありますので、ぜひそのマイクを使って質問など後でしていただきたいと思います。オンラインでも質問を受け付けています。それでは時間がありませんので、早速進めていきたいと思います。小野寺先生、お願いします。日本語英語でこの戦略に関する提言というものを岸田総理に提出しました。これに関しては国家安全保障戦略および関連文書に関しまして、大変大きな内容が含まれておりますけれども、国家安全保障戦略に関しては2回目の発行になるということで大変期待されていますけれども、このような文書にどのようなものが含まれていると思いますか。グリーンさん、この度はお招きありがとうございます。私たちにとっても2年半ぶりの訪米ということになりますので、とても楽しみに参りました。今回日本政府は新たな国家安全保障戦略を作るということ、昨年岸田総理が述べました。現在の国家安全保障戦略は2013年にできたものを使っております。実はその当時も防衛大臣の仕事をしており、この戦略の作成に携わりました。今回政府がこの戦略を新たに作り直すということで、自民党としての提言を出すために、私が会長を務める自民党の安全保障調査会で有識者を含めて計19回ヒアリングをして、この提言をまとめました。お手元にその提言があると思います。それを合わせてご説明をいたします。かなり長い提言ですので、今回は概略について口頭で述べさせていただきます。
まず2013年に現在の国家安全保障戦略が策定されて以来、我が国を取り巻く安全保障環境は加速度的に厳しさを増しております。特に中国、北朝鮮、ロシアの軍事力の強化、軍事活動の活発化の傾向が顕著となっている中、これらの活動が複合的に行われ、我が国としては複雑な対応を強いられる複合事態にも備えなければならないということになります。このような変化について、まず我が国周辺の情勢認識について新しい見方を報告をしたいと思います。まず中国は従前は強い懸念でありましたが、今回は重大な脅威となってきているとしました。また北朝鮮は従来は重大かつ差し迫った脅威でありましたが、今回は ICBM の完成と称するミサイルも持ったことにより、より重大かつ差し迫った脅威といたしました。ロシアは従前は動向を注視ということでありますが、今回のウクライナ戦争の状況を見れば現実的な脅威となっているに改めました。このようにまず情勢認識の厳しさを引き上げました。次に防衛関係費についてであります。 NATO 諸国の国防予算の対 GDP 比目標 2% 以上も念頭に、我が国としては5年以内に防衛力を抜本的に強化するため必要な予算水準の達成を目指すということを提言させていただいております。これは今の安全保障環境がいかに厳しいかということ、そして私ども自由主義社会の国、例えば NATO、 アメリカもそうでありますが、一定の防衛水準を高めてこの安全保障の体制を維持していこうと、その考えの中で日本としてもこれにコミットする必要があるのではないかという議論の中で出た数字でございます。そして重要なのは戦い方の変化ということになります。急速な技術革新は将来の戦い方に抜本的な変化をもたらしつつあります。宇宙、サイバー、電磁波領域や情報戦を含む拡大した領域横断作戦能力や継戦能力、抗端性の強化をはじめ、戦い方の変化を正確に捉え、これに応じた形での能力強化、体制構築が不可欠であります。またハイブリッド戦への対応に万全を期すため、サイバー分野や認知領域を含めた情報戦への対処能力を政府一体となって強化する必要があります。政府は他国からの偽情報を見破るファクトチェックや情報戦に対応できる体制の構築に取り組む必要があります。サイバーについては武力攻撃に至らない侵害を受けた場合の対応について、自動的な対策にとどまらず、反撃を含む能動的な防衛策により、攻撃者の目的達成を阻止することを意図した情報収集も含む各種活動でありますアクティブサイバーディフェンスの実施に向けて、日本の現行法令等との関係を整理、その他の制度的技術的双方の観点から改善を進め、早急に検討を行う必要があります。宇宙については、衛星コンステレーション等を利用した警戒監視能力、ターゲティング能力及び指揮中心能力の強化を図るとともに、宇宙状況監視や宇宙システムの抗端性を向上させます。次に、弾道ミサイル攻撃を含む我が国への武力攻撃に対する反撃能力についてです。日米の基本的な役割分担を維持しつつ、弾道ミサイル攻撃を含む我が国への武力攻撃に対する反撃能力を保有し、これらの攻撃を抑止し対処することを政府に求めます。これは戦後一貫した日本の政府の方針を大きく変換させるものだと思っております。さらに、自由で開かれたインド太平洋の推進、
同盟国、同志国等との連携強化も重要であります。日米豪印や ASEAN、EU、欧州諸国並びに NATO 及び AUKUS 等と連携をし、インド太平洋地域への同志国の関与を強めるための体制を整備することが必要です。またロシアのように核使用をほのめかし相手を威嚇する国を許してはいけません。核抑止を中心とする米国の拡大抑止の在り方を不断に検討するとともに、拡大抑止の信頼性を一層確信確保すべく、政治のリーダーシップのもと日米間でしっかり協議することが必要であります。また防衛整備、技術基盤、研究開発も重要です。防衛省の研究開発費を大幅に増額するとともに、関係省庁の取り組みと連携し、産業界とアカデミアの力を大胆に活用して、民生先端技術を防衛分野にも取り組むことが必要です。以上、今回の提言の概略を述べました。日本がウクライナ戦争で学んだこと、自国の防衛力を高め、さらに同盟国と日本が関係を強化すること、これが平和を保つ方法であることを私どもは学びました。これからも東アジアの平和のために米国と協力して私どもの防衛力を高めてまいります。ご清聴ありがとうございました。素晴らしい内容ありがとうございました。この文書は本当に素晴らしいものでありまして、日英両方オンラインで閲覧することができます。小野寺先生がこのような調査会を議長として活躍なさってまとめたということ、さらにパブリックディスカッションを行ったということなんですけれども、もちろん民主主義国におきましては必要なプロセスだと思います。私はホワイトハウスペンタゴンで戦略文書に関して関わりましたので、そのような観点からも話したいんですけれども、2013年の安倍政権が作ったこの NSS という文書がまだの強く残っている、そして強い基盤となって今の提言が作られたということが素晴らしいと思います。しかしながら環境に関しては大変厳しくなっているということ、脅威が乗算的に増えているということが言えます。先ほど話が出ましたこの反撃能力ということでありますけれども、アメリカのエクスパートに聞くと、日本が持つべきものだというふうに思うんですけれども、概念的作戦的に考えると日米同盟にとっては新しい要素になります。この攻撃というストライクという言葉を使っておりますけれども、佐藤先生にお伺いしたいと思います。このストライクケーパビリティという言葉を使っているんですけれども、これは抑止による拒否による、このストライクということなのか、もしくは懲罰的なこの抑止ということになるのかをお伺いしたいと思います。このような攻撃能力ということでありますけれども、日米で持つものなのか、だけれども統合的なこの指揮軍というものを日米では持っておりませんので、どういうふうに日米で持つとしたら可能になるのかということを聞きたいと思います。ということで、否定的抑止なのか懲罰的抑止なのかということを現在のお考えをお聞かせください。ございます。私も2年半ぶりのワシントンですので、非常に今回楽しみにしており、帰ってすぐの日曜日にフジテレビの朝の番組に出ます。そのキャスターの松山さんも今ワシントンにいて、多分この議論というものを、テーマに橋本通るとぶつかり合いますので、負けないようにしっかり頑張っていきたいというふうに思います。まず反撃能力、今回は、カウンターストライクケーパビリティズと複数にしているのが一つのミソで、単なるワンシングル一種ではなくて、いろんなものを入れているというのをまずご理解ください。そして、懲罰的抑止ではなく拒否的抑止の範疇でスタンドオフ攻撃能力を保有すると、かつ、日米協力の枠内で、ミサイル迎撃能力、これも向上しますけれども、合わせて、
反撃能力、カウンターストライク、ケイバビリティーズも保有するということです。ミサイル技術の急速な進化で、迎撃だけでは我が国を守るということはもはや不可能。もう今までアメリカに 100% 依存してきた相手領域内への打撃力の一部を今後我が国も担うということになります。ただ繰り返しますけれども、日本単独で全て打撃力を持つという考えではなく、あくまでも日米協力の枠内での一部を持つと、いきなり全て日本が受け持つということは現実的ではありません。また目標情報の把握とか射撃後の評価、あるいは反転のためには衛星コンステレーションや無人機等の整備、相手のレーダーや対空火器、指揮統制機能を無力化するサイバー電磁波能力も必要になります。これらは全て日本だけではできないし、整備にも相当程度の時間がかかります。その意味でも迎撃能力をさらに高める一方、日米協力の枠内で反撃能力を持つことが現実的と考えます。ただ日本の役割、能力を逐次拡大していくことによって、米軍のアセットも他に運用可能になる、そういうメリットもあると思います。今般打撃力ではなく反撃能力と表現したのは、国際法違反の先制攻撃は含まれないということを明確にする政治的意味を含んでいます。ただ一撃を受けて国民に犠牲が出るまで反撃しないという意味の反撃ではありません。サイバーインテリジェンスやヒューミント、敵部隊の行動等から敵のミサイル攻撃が間もなくなされると時の日本政府が総合的に判断すれば、敵のミサイル攻撃が実際になされる前であっても日本の反撃は可能としております。その意味でも日本のサイバーインテリジェンス能力強化は極めて重要ですけれども、アメリカを含むファイブアイズ側からの協力もぜひお願いしたいと思います。もう一つの課題は、どのようなスタンドオフミサイルを整備するかであります。 F-15 戦闘機からの発射されるジャズム、あるいは F-35 からのジョイントストライクミサイル、あるいは今後整備をする1-2 SSM、 これは亜音速であって軌道も単純軌道なので迎撃される確率も高いと考えます。今後は極超音速ミサイルや川崎重工が研究している終末軌道で回転するなどの残存性が高い迎撃されにくいミサイルの開発も抑止上必要になると思います。また AI 搭載型の自律型のミサイル、これは誤爆を避けやすい特性もあるかと思います。中国は我が国を射程に入れる約1900発の地上発射型の中距離化の弾道ミサイルを保有しています。これに対抗するためには空中発射、海上、水中発射式のスタンドオフミサイルに加えて、地上発射式のスタンドオフミサイルの一部を北海道に置くことも、対中国、対ロシア、対北朝鮮の抑止上極めて有効と考えます。北海道から南西諸島まで約2500キロ以上あるこの地政学的なメリットと、北海道は住民感情が自衛隊や米軍にも比較的好意的であり、かつロシアへの住民の懸念も高まっております。北海道に置くスタンドオフミサイルは、普段は尖閣を含む南西諸島防衛用として北海道の演習場内に配置をし、2500キロ飛ぶ大気圏外も起動する移動式のものとすることは望ましいと考えます。移動式であれば、必要があれば西日本に移動させることも可能でありますし、さらに米陸軍が開発中の極超音速ミサイルを北海道の演習場で日米共同訓練の場を利用して射撃をする、ついで暫定的な米陸軍のミサイル部隊の配備につなげていくということも可能ではないか。いずれにせよ日本の中で、仮に米軍の中距離ミサイルを配備するとしたら、北海道以外には難しいと個人的には考えております。北海道に日米の中距離ミサイルを置くことが、陸上における日米協力での反撃能力の構築の第一歩になるのではないかというふうにも思います。以上です。よろしいですか。日本の方はよく理解されると思うんですが、海外の方がなぜその反撃能力が日本で今更ということだと思うんですが、日本は戦後一貫して、憲法の判断の中で相手の領域まで攻撃することはしないという判断をしていました。ですから当時は例えば
古い装備であれば日本を攻撃するときには爆撃機が飛んでくるとか、戦艦が近くに来て艦砲射撃をするとか、そういう戦い方だったんで、それに対して反撃をする場合には、特に相手の領域まで攻撃しなくても済んでいた。ですから、何の問題もなかったんですが、実は今弾道ミサイルを例えば北朝鮮も複数回実験をしています。とすれば日本が攻撃する可能性というのは、直接相手の領土から弾道ミサイルで攻撃される可能性もある。とすれば、ここに反撃をするためには相手の領土まで届く、あるいは相手の領土を攻撃しなければ日本は守れないという考え方から、今回この反撃能力という言葉の意味というのは、相手の領土でも日本を守るために対応するということになります。そしてどのような装備を持つか、どのような場所に置くか、日米でどう協議するかについては、これは佐藤先生は今佐藤先生の個人の非常に優れた見方をしているんですが、私どもとしてはそれを設置する自治体のこともありますので、このことに関しては政府が責任を持って自治体と丁寧に協力をしながら一番有効なところを考えていくということが今回の提言の中の全体としてのメッセージかと思います。That was very clear, operationally and はい、この作戦的にも政治的にも大変クリアな回答ありがとうございます。現在ウクライナの防衛というものを見てみますと、法的倫理的道徳的な文脈からこの反撃能力、そして自衛の力というものは明らかに必要なものであるということが言えると思います。ウクライナに関してウォールストリートジャーナル紙に記事が出ました。需要が高まっている中、ミサイルの生産が追いついていないということなんですけれども、例えばミサイルとか大規模な火砲に関して製造が遅れているということが分かっています。アメリカの業界に関しましては、やはり在庫がどんどんと減っている状況を確認しています。オーストラリアに関しましても、そのオーストラリアの、ミサイルプログラムに関しまして、再度見直しを行うというようなことで、ミサイルの需要に関していろいろな動きが出ています。そして、戦術的にも多様なミサイルが必要となっておりますけれども、この防衛産業におきまして問題がというか課題になっております。これは日米、例えばオーストラリアなどに関しましても同様の状況を味わっていると思います。ということで、自衛に関して反撃能力というものは必要なんですけれども、もちろんこれはお金がかかります。それではシーラスミス先生に質問なんですけれども、自民党は GDP 比で 2% 以上という目標を掲げていますが、これは自民党のプラットフォーム公約ということで含められていますし、提言の中にも含まれています。例えば GDP を全体的に縮小させて 2% というふうに言うのか、もしくは防衛費を実際に上げることによって 2% を達成したというふうに言うのか、これは 5カ年をかけてということなんですけれども、遅すぎる上昇だと思いますか。はい、この国家安全保障戦略、そしてその会の文書というものが実際に改定されたとしたら、例えば10年間の時間があるということなんですけれども、もちろんその元となっているのは2013年の安倍政権の内容であります。それに関しまして、日米がこのどのように考えを改めていくかということでありますけれども、それに関して日本が戦略的にこういうふうに見直しを行ったというのは大変素晴らしいことだと思います。政治的にも難しい内容があると思いますし、反撃能力が複数形で書かれているということで佐藤先生からご指摘がありました。さらに私たちとの協議も必要になってくると思うんですけれども、しかし防衛費ということは第二の問題として、これは焦点を当てなければいけない内容だと思います。このレポートでありますけれども、実際にですね、小野寺先生が提言を持ってきてくれたんですけれども、その内容を読む前に私はメディアでどのように書かれているかということを確認しました。そして小野寺先生は私たち米国との協議が必要であるとか、例えばその
自民党の安全保障調査会が NATO やその他の国々の防衛費に関して調査を行ったという話をしてくれました。そしてその現在は520億ということで支出がしているわけなんですけれども、失礼、これはですね2倍に上げなければいけないということで、日本は考えている、そして防衛省の予算として考えているということなんですけれども、これはかなり大きなものであります。これは経済成長がなかったとしたらどういうふうに財源を確保するのかということが問題になってくると思います。ということで社会保障なのか、そして国債の調整費にから持ってくるのかというようなことを考えなければいけない。そしてでこの100億とかということをどんどんと追加していかなければいけないことになると思うんですけれども、私としてはこの状況をモニターしていきたいというふうに思います。もちろんこれは自民党の野心ということで提言がなされておりますけれども、実際に国家的な政治というステージでどういうふうに反映されていくのかということを見守っていきたいと思います。もちろん単年式の防衛費というものはそれぞれに形成される必要がありますけれども、こういうふうに5年間の防衛費の引き上げということになりますと、5年間の複数年式の予算が可能になるかもしれないということで大変野心的なものだと思います。ということで防衛計画自体が大変野心的になった大きな転換期を迎えているというふうに考えられます。実際に米国からは日本がどのように地域に対して対応していくのかということを見ていきたいと思います。もちろんこの部屋の中にはたくさんのエクスパートの人たちがいますので話をしていきたいんですけれども、実際にどういう能力を取得していきたいかということもこの提言の中にはかなり詳細に書かれています。もちろん予算を得てどういうふうな装備を取得していくのかということは日本の防衛に関しまして大変細かく書かれております。さらに日米の協力ということで軍事的な投資ということも考えてみたいと思います。誰が何に投資をするのかということを同盟国同士で考えなければいけません。もちろんその国内での日本の防衛費のこの取得ということやどういうふうに費目を決めるかということは私たちが口を出すことではないと思うんですけれども、投資という観点ではお互いに考えなければいけないと思います。はい、そうですね、同盟国として最適な支出の仕方、そして統合的な能力ということを考えながら、そして維持管理、弾砲弾薬などのに対する支出というものも必要です。もちろんこのプラットフォームと呼ばれるハード側にばかり投資することはできないと思います。それではこの 2% の引き上げというものに関して政治的なディスカッションに関してどうなっていくと思いますか。もちろんロシアがウクライナに侵攻したということから、ロシアの軍事の状態が露呈されたというふうに思います。そしてウクライナが自国を防衛するためにどのような動きをしているかということでいろいろなことが分かってきました。そしてドイツの勝利などもこの状況を見ながら、ドイツがこれからいろいろな約束をしていますけれども実現するかどうかはまだ分からないところでありますし、ドイツの例そして日本の例というものがこれからどうなっていくのかということで、先ほど小野寺先生がこのような計画にはタイムラインが必要だということをおっしゃっていたんですけれども、どうなっていくか大変関心があります。日米の安保問題に関していつも考えていることがあります。これは台湾海峡の安全ということです。ウクライナ侵攻によりまして、それと時をいつにしながら中国が威圧行為というものをどんどんと増やしています。最近の話ですが、日経新聞に書かれていたものでありますけれども、世論調査の中では回答者の 74% が台湾海峡の平和と安定に日本が関与するというふうに回答して支持の回答を行っております。さらに1週間ぐらい前の内容に関しますと、この台湾側の世論調査に関しましては、米国よりも日本がまず台湾防衛に駆けつけるというふうに過半数の人が見ていたということで、大変面白い結果が出ています。ウクライナ侵攻によりまして台湾の重要性をさらに理解してきた米国でありますけれども、
そのようなアースの確証というものをこれからも考えていかなければいけないと思います。佐藤先生にお願いしたいんですけれども、政治的なところで、そして報道のことを考えてみますと、どうやら準備はできている、台湾に関して準備はできていると言っていますけれども、本当の準備状況はどうでしょうか。私からしていきたいと思います。ドイツが今回、国防費の 2% 以上に上げる、あるいは13兆円の基金を作ったのはまさに政治の意思であります。 GDP 比の 2% というのはこれは日本政府の意思として示すべきであり、まさに菅総理がバイデン大統領と首脳会談で台湾海峡の平和と安定というものを共同宣言に入れたということは、日本がその分の役割を果たさないといけないと。昨年の G7 サミットの首脳宣言にもメルケル首相を説得して台湾海峡のという部分が入りました。これは日本政府の責任でもあり、来年は日本政府が G7 の議長国にもなります。その時に台湾海峡のことを主張するときに、日本の防衛費が GDP1% では G7 の他の諸国に全く説得力がありません。今日本の方で、今私外交部会長を自民党でしておりますけれども、国防費を上げる、防衛費を上げるということは外務省も大賛成です。そこをまずご理解いただきたいと思います。そして台湾有事は日本有事と捉えるべきと考えています。日本から見たら日本領土の尖閣諸島は台湾省の一部であって、台湾と日本の南西諸島とは約110キロとこの地図のように接近表しています。地図を見れば分かりますけれども、台湾山脈というものは中央より東に寄っているため、中国は台湾の山脈を活用したゲリラ戦というものを避けて、中国が短期決戦を起動するのであれば西側からだけではなくて南や東側から攻めることが現実的で、その場合日本の南西諸島はもう戦域になります。加えて中国は台湾への日米の戦力集中を避けるために、沖縄の米軍嘉手納基地や空自の那覇基地、長崎の日米の佐世保基地への直接的な攻撃だけではなく、北朝鮮やロシアに朝鮮半島や極東で何らかの動きを起こすことを要請する可能性もあります。またこの台湾の南のバシー海峡が中国に抑えられますと、 SLBM 搭載の中国戦略沿線の南シナ海から太平洋への進出を許し、米中の戦略環境も大きく変化することにもなります。経済安全保障面でも、台湾海峡周辺海域は我が国にとり地下的に重要なオイルシーレーンであるほか、先端半導体基盤工場は世界の 70% 以上が台湾本島に集中しております。その意味で先ほど紹介があった台湾の世論調査の、台湾有事の際に米国より日本の方が台湾防衛に駆けつけてくれる可能性が高いという回答が多かったということは、台湾有事は日本有事であると考える台湾の方も増えてきている証拠だと思います。以上のことから、第7艦隊がバシー海峡や北部南シナ海等で行動する場合、海上自衛隊が共同しないことは考えにくく、もしも行動しないなら日米同盟は事実上崩壊すると思います。東シナ海におけるミサイル防衛を含めた米軍防護も同様だと思います。加えて、在日米軍と日本側が、データセントリックセキュリティ、あるいはサイバーインテリジェンス能力の向上を図り、日米台湾の、情報の分断とか、孤立ということを避けるための、努力もしないといけないと思います。中国は甘粛省の砂漠に嘉手納基地を模してミサイル射撃訓練を行っていることからも、グアム同様に嘉手納基地や佐世保基地等に防空を含めた部隊防護を日米で強化すべきだと思います。さらに台湾有事の際、中国に負荷をかけるためにはインドの協力を得て何らかの動きを見せてもらえば、中国は東の台湾正面だけではなく南のインド正面にも対応せざるを得なくなります。その意味でクアッド等を通じて、インドを我々側に持ってくるという努力も必要です。加えてチャゴス諸島のディエゴ・ガルシア基地に米軍の中距離ミサイルを配置することができれば、中国は常続的に南正面にもミサイル防衛網を構築しなければならなくなり、大きな負荷になります。
米国も対話への曖昧戦略を見直して一歩踏み出す時が来ていると思います。少なくとも、日本やフィリピンに提供している核の拡大抑止を台湾にも提供する可能性に言及しただけでも台湾海峡の平和と安定は格段に高まり、日本の台湾防衛協力の背中を押すことにもなります。日本は台湾防衛にさらに踏み込めば結果的に米国の平時の負担も減ることになります。東アジアの防衛というものは日本や台湾そして韓国がもっと役割と責任を果たし得る環境を作ることが大事です。例えば韓国も台湾有事は一言ではありません。韓国は台湾海峡にほぼ 100% オイルシーレーンを依存しております。台湾海峡の安定に役割を果たす責任があります。一足飛びに台湾の防衛で日米韓協力というわけにはいきませんけれども、韓国は自身のシーレーンを守るという建前の目的でまずは、場所的には南シナ海次いで東シナ海相手も米韓次いで日米韓と合同訓練をHADR と分野でも積み重ねるアプローチも一案だと思います。米韓同盟は対北朝鮮だけではなく東アジアの安定のためにも機能させるべきであって、その意味でも日米韓協力は対北朝鮮という時代からそれに加えてシーレン防衛台湾海峡防衛と発展させていくことが必要です。東アジアでの日韓の役割を増やし米軍はより戦域戦略的な面でその機能を果たす体制を作ることが台湾海峡の安定、東アジアの安定につながると思います。最後に対中国を考えた場合、アメリカ外交で今まで優先順位が低かった東南アジア外交、太平洋島嶼外交というものにも力を入れるべきだと考えます。以上です。小野寺さん、台湾、How do you see? 小野寺先生、台湾の戦略についていかがですか？今回のアメリカに来た大きな目的というのは、一つは日本の安全保障戦略が今後変わる、どのように変わるのか、そしてそれに対して同盟国アメリカがしっかりコミットメントを出してくれることが私は大事だと思っております。反撃能力についての説明をアメリカの重要な方にお話をする中で歓迎をしていただき、また期待もしていただいております。日本の防衛予算についても積み上げた形でしっかりとした予算を私どもとしては考えていきたいというお話については同意をしていただいた、これが今回のまず訪米の核心だと思います。そしてもう一つ私の方から聞きたかったのは、やはり中国と台湾の問題、もし中国と台湾で紛争が起きてしまったとき、あるいは紛争が起きそうなとき、その時アメリカはどういう対応を取るんだということ。確かに米台の間には台湾関係法があり一定の支援はするということになりますが、同盟関係には至っていない、実はウクライナと同じ状況になる可能性もあるという心配もする方もいらっしゃいます。今回アメリカ政府の方々とお話をする中で、やはりアメリカが台湾にどのぐらいの深さで向き合うかということ、その場合日本はアメリカと協力をしてどういう対応を取っていくかということ、これがとても重要だと思います。日米は台湾問題に対しても足並みを揃えることが必要です。アメリカが取る行動に対し日本が一定の役割を果たさなければ、今度は日本が紛争の当事国になったときにアメリカ同盟国は日本に対してしっかりとした対応をしてくれるか、実はその姿を私たちは見られている。日本を守るためには日米同盟が大事、そして同盟国アメリカがどのような行動を取るとき日本としてどのような協力ができるか、これを常日頃考えておくことがとても重要になります。今アメリカとの協議の中で私ども今回の議員としての訪問団もありますし、また政府の代表として岸大臣が訪米をされると伺っております。ぜひこの中国と台湾の問題について、その際にはアメリカはどうするのか、日本はその時どうするのか、この深くて重い課題については両国政府間で真剣に議論をする必要があります。そしてその時日本としては平和裏の解決は望みますが、
日本としても防衛力の整備、そして今回の反撃能力を含めて必要なことも積み上げていくことが大切だと思っております。シーラさん、どうでしょう。私は米国民としてこのパネルに参加をしているものでありますので、このように日本の先生方の意見を聞けるのは大変ありがたいです。台湾関係法というものがアメリカにはありますけれども、これに関しまして特にこれから大きな変更があるというふうには思いません。加えて米国のこれからの在り方でありますけれども、もちろんこの兵力を地域に送ってということで、これはアメリカの関心事に対して何か負担影響がある場合に関しましては、その地域に米国勢力を送らなければいけないというふうに言えます。例えば1996年に関して中国はミサイルの使用ということをほのめかしたことから、米国は兵力をその地域に送ったという経験がありますので、そのような前例がすでにあります。例えば両岸問題に関しまして、日米同盟が考えなければいけないというものは日本の防衛ということに関して考えなければいけない。もちろんその両岸問題の中で武力行使があるかどうかということだけではなくて、日本への影響ということを考えなければいけません。私はある一つのシナリオとして有事を考えたくないんですけれども、もちろんこの同盟に関しまして台湾の関係法というものがアメリカにあって、そして日本の防衛ということに関してその考えがあると思いますので、例えば重大な危機がある、そして実際にキネティックな力が使われるかどうかということによってシナリオが変わってくると思います。先ほど小野寺先生がクライシスという言葉、そしてこのテンションが上がってくる状況ということ、そこから上に上がっていて武力行使というふうにどんどんとエスカレーションの状況を話してくれました。例えばウクライナの例から学ぶことがあると思います。日米は政府だけではなく、このようなフォーラムを使って例えば核の脅威というものに関してどういうふうに対応するべきなのか、核という脅威がこのちらついた時に何をするべきなのかということで、日米間で話をする必要があると思います。もちろん私はこの威圧ということに関して特化した解釈をしているわけではありませんけれども、この台湾に関しましては日米同盟の中であまりこの台湾において核の脅威が出てくるかどうかということを具体的に話すことがありません。それはなぜかというとあまり想像の範囲に入っていないからです。だけれどもそれを話す必要がありますね。さらにエスカレーションのシナリオを考えてみると、その中で一般人の人たちがどのような考えを持つのかというふうに、これはどうなのか、あれはどうなのかということで考えを持たなければいけません。日本政府の中、そして国会の中ということ、さらに日米との両国の間でもっとオープンに考えを持つ必要があると思います。私はですね、米国は台湾に何かあったとしたら何かしらのレスポンスは見せると思うんですけれども、実際に具体的にどういう方法かということはまだ分かりません。ワシントンにいる方たちは知っているかもしれないんですけれども、戦略的な曖昧さ、さらに戦略的な明確さという言葉をよく使っています。私は戦略的曖昧さという言葉を使ってよく状況を解釈しているんですけれども、戦略的なダイナミックがどのように変わってきているのかということをお互いに考えみながら、適切なリスポンスが何なのかということを両国で話し合う必要があります。そしてオーストラリアの状況でありますけれども、オーストラリアは現在台湾を独立国家として見ています。それによりまして台湾への攻撃があった際には何かをしなければいけないというふうにオーストラリアの世論が変わってきていることが分かります。先ほど日経の世論調査の結果なども共有がありましたけれども、その日本の世論というものも変わってきているのではないかというふうに思っています。もちろんこのような会話というのは軍事的な計画者、そして政治的なリーダーだけではなく一般の人も巻き込む必要があります。先ほど佐藤先生がお話になっておりましたけれども、
台湾の安全保障とそしてこの威圧に負けない自由を守らなければいけないということでいろいろコメントをしてくれました。そして、小野寺先生はこの政治的な協議そして世論の理解を得るということでどんどんと意見が同意ということでコンセンサスがまとまってきているというお話をしてくれました。この戦略的な明確さというものを人々が求めたとき中国の威圧強制というものがあったときにはやはりアメリカのコミットメントというものが求められるという状況があります。だけれどもこの戦略的な明確さというのは第5条のことを指しているのかということで安保条約の中のコミットメントなのかもしくはアメリカ議会の承認を受けてのコミットメントなのかということで定義はあやふやになりがちです。ということでアメリカが G7、韓国、EU、その他の国々を説得して台湾に対して強いサポートを出してくれるようにそういうふうに説得をすることができるんでしょうか。そしてこの上院の承認がそして批准が必要な条約というものがあってその中で活動するという例がありますしそしてシーラ先生は先ほど作戦的な話をしてくれました。日米の協力そして日米の防衛での協力そして米国のこの宣言的政策というものが今までに使われてきておりますけれども政策作成者はこのような基盤をもとに私たちの今後の内容を決めていくということでいろいろなメニューが豊富になってきているというふうに思います。台湾関係法そして台湾へのサポートということでこれから先の協議にはいろいろな要素が残っているというふうに思います。そして安倍政権の時にはこの戦略的な明確さを求めるということでかなり強く言葉が出てきたこともあります。それでは聴衆の皆さんからの質問を受けたいと思うんですけれどもニックさんがマイクを持っておりますので何か質問がある方は挙手をお願いします。ジェフリーさんの手が挙がっていたでしょうか。そしてこちらの女性の方のを指していきたいと思います。その間に私はオンラインで実際に質問が出ているかどうかということを見ていきたいと思います。私は妻にですねキャベツとかインスタントラーメンを買ってきてくれというふうにテキストを送っているわけではありませんのでそれではロシアに関する質問がいろいろ出てきています。3問ロシアに関する質問があるんですけれどもロシアからの脅威がどんどんと増大してきているということに関して例えばウクライナだけではなく北東アジア地域に関しても脅威が深まっているというふうなコメントが出ています。それでは北方領土問題の解決に関して何か可能性はあるのかということが書かれています。そしてこのサカリンのガスの投資ということでカラフト地域などに関しましてのコメントもいただきたいと思います。日本の業界関係者に関しましては投資を G7 と足並みを揃えて投資を行っていこうというふうに言ってたんですけれどもちょっとこのロシアガスそしてロシアからの脅威ということを考えるとどういうような意見が出てきますか。小野寺先生にまずお願いしてもよろしいでしょうか。まず今回の脅威見積もりの中でロシアを以前は注視しっかり見ていこうというところから今回はすでに脅威という言葉にしております。実は今回のウクライナ侵攻に関して日本は経済制裁を G7 含め多くの西側の国と一緒に行っています。ということはロシアから見れば日本は敵ということになりました。今北方地域のロシアの特に軍艦の動きが活発化しています。またこのウクライナ侵攻の前から実はロシアと中国が共同で訓練を行うようになりました。昨年の10月にはロシアと中国の艦隊が並んで日本一周を行った。実は私たちが深刻なのは日本においてはロシアだけじゃないんです。ロシアと中国が共同歩調を取って日本周辺で共同訓練を行っている。そこにはプーチンと習近平が並んで
その訓練を見ている、この姿はおそらくアメリカにもヨーロッパの皆さんにも感じられないほどゾッとする実は姿ということになっています。残念ながら今回の力による現状変更をするプーチンとは北方領土問題は議論できないんだと思います。ただロシアもやがて政権が変わり、ロシアもやがて政治スタイルが変わったときに改めてこの問題は議論したいと思っています。そして多くの皆さんに知っていただきたいのは、今クリミアがあのようにロシアに一方的に占領されていますが、77年前日本はすでにロシアによって一方的に我が国北方領土を不法占領されています。その際多くの日本人はシベリアに連れて行かれ強制労働に遭っています。ロシアの被害に従前から受けている経験を持っているのは日本です。だからこそ今回のウクライナに対して多くの日本人が同情心を持って見ていると思っています。今後ロシアとの原油等の取引、これは厳しくなってくると思います。日本としては段階を経て他の地域のエネルギーに変えていく、この努力もこの瞬間は必要ではないかと思っております。 Thank you. キーウ周辺のブチャとかホストメニーというところで大虐殺がありました。あそこの方に行った部隊というのは自衛隊があるいは在日米軍が退治をしていた東部軍管区の部隊、ハバロフスクにいる部隊がベラルーシの方に転進させられてそこから南下したと。我々が対した部隊がああいうことをする部隊、まさにシベリア抑留の時のあの時の DNA がまだ残っているのかと思うような印象を我々は思わざるを得なかったというのがまず一点あります。ただこの瞬間もオホーツク海にはこのアメリカをいつでも射撃できる SLBM 搭載の潜水艦が今オホーツク海に今この瞬間も沈んでいると。つまりこのカラフトと千島列島という部分の抑えというのはロシアは今後ともそこは外すことはないと思います。今まで、冷戦という時代のことを考えてあえて在日米軍は北海道に部隊を置きませんでした。北限が三沢でした。ただ昨年初めてアメリカの陸軍の矢の射程の長いハイマースという射撃を北海道の射場で やりました。ものすごく中のロシアは反発をしました。初めて北海道で長い距離の演習をやったと。今年も同じような演習を計画をしておりますという形で、ロシアに対する我々の意思表示という部分は今後高めないといけないと思います。北方領土交渉についてはプーチン政権側から日本とは締結交渉はしないというようなことを言ってきましたが、実は2月27日の段階、侵攻が24日、27日の段階でプーチン大統領個人に制裁を日本はかけました。アジアでは日本だけですの大統領制裁をかけているのは、あの時からプーチン政権とは北方領土交渉はしないということを日本政府は27日にも決めました。3月9日にプーチン政権を国際刑事裁判所にも訴えました。そのころからもうとはやらないという意思表示であります。エネルギーについては野上先生言われたように徐々にこう引いていくということが大事ですけれども、大きく日本は3つエネルギーあります。まだこれから開発をする北極海の LNG1 というもの、 LNG2 というもの、それとサハリン1、サハリン2とありますけれども、サハリン1はエクソンが、サハリン2からシェルが今抜けようとしておりますけれども、抜けた後中国が入ってくるんであればこれは何のメリットにもなります。実際にサハリン2のシェルの後には中国企業がもう手を挙げているということがあります。これはアメリカの要請に基づいてイランに対して制裁をやった時のアザデガン油田の時と二の舞になります。アザデガン油田で日本がこう撤退した後に中国が入ってしまったと。そういうような状況を日本のこの周りでそういう状況が起きるということは、これは安全保障上マイナスですので、この引くタイミング、引いた後どこにこう行くんだということも考えると、簡単に撤退するんではなく中にいながらその株主としていろいろものを言うということも
の大事かなと思っています。I remember Azadegan well. はい、ありがとうございます。今おっしゃっていただいたことよく覚えてます。私も関係していたものがありまして、日本政府はもしも撤退してしまうと中国が介入すぐに入ってきてしまうということで、そういう予測があったんですけれども、バイデン大統領が訪日したときにいろいろと話をすると思いますし、すでに同意が予測されるトピックもあると思いますので、バイデン氏はいろいろと話すことがあると思います。ランドコーポレーションです。ジェフリー・ホーデと申します。それぞれ質問があるんですけれども、まず小野寺先生お願いします。例えば 2% の防衛費引上げということなんですけれども、どういうふうに支出をするのかとか、いろいろ質問があると思います。小野寺先生はハイテクということで、サイバー EW とか、その高性能とか高技術なものに関して話をしていましたよね。だけれども、私としてはこのシェルター、燃料、弾砲、弾薬、スタックパイルとか、そういうものの堅牢化というものが必要なんじゃないかというふうにも思っています。防衛費が引き上げられた場合には、例えばこのレジリアンシー、抗堪性を上げるものに対して結構支出をすると思いますか。それが私の質問です。佐藤先生、先ほどですね、反撃能力に関していろいろとコメントをしていただきました。エスパー長官が当時INF 条約から米国が撤退をしたときにですね、この中距離のこのミサイルに関しまして、観察をするというような監視に関しまして、発見ができなかったということもあります。そしてこの横断的な領域、そして、多目的な統合的な力ということを考えますと、キネティックの力をどうやって日本で、どこで日本でホストするんでしょうか。そして、そのもっとですね、質問を取っていきたいんですけれども、そして総括をしていきたいと思います。ボイスオブアメリカ中国支局であります佐藤先生に質問があります。2プラス2ということで、台湾 TPP などに関する合意があったと思うんですけれども、その会議からのフォローアップというものは、日本と台湾の間でのどのような意見交換がその後に2プラス2の後に行われているかということを聞きたいと思います。そして日本と台湾のこの2国間での情報共有、インテリジェンスの共有ということに関しまして、可能性があるのか、成立性があるのかということをお知らせいただきたいです。ということで、日本、台湾、アメリカとの情報共有についてお知らせください。3分間ぐらいしかないんですけども、小野寺先生お願いします。まず今回の提言をよく読んでいただければ、その中に、抗堪性あるいは持続性ということをキーワードに入れております。初めのスピーチの中に入っていなかったかもしれませんが、この議論をするとき、相当の長い議論をし、そして実際に防衛の前線にいる立場の人間からも話を伺う中で、まず必要なのは今ある装備の稼働率を上げていくこと、そして一定期間、これは継戦能力を高めるということ、当然武器弾薬も含めてそうであります。整備の予算もそうであります。そういうものがまず初めに大事だということ、これは私ども今回の提言の中に入れております。そしてよく 2% という数字がありますが、正確には NATO 基準の 2% を念頭にということでありますので、日本の防衛費の現在の金額というのは、当初では NATO 基準の、例えば海上警察の予算とか、あるいは年金とか、そういうものも入っておりません。指標をどうするかというのは今後正確に私ども判断をしてまいりますが、大切なのは必要なものを揃えていくということ、そしてそれには今の予算では足りないということ、そして予算は増やしていくということ、これはもう私ども今後とも自民党として公約として後押しをしていきたいと思っております。はい、質問ありがとうございます。今の小野先生に関係して、私も陸上自衛官なので、弾薬とか部品というのは非常に重視してほしいと思います。自衛隊の川柳で、弾に撃つ、弾がないのが弾に効くという川柳があるぐらい、非常に弾薬というのは非常に大事だというふうに思っています。で、私の質問 の, その反撃力にいかに
統合抑止の中で日本が果たしていくかという部分について、これは統合抑止というのは単なる軍と軍のレベルではなく、同盟国の民間も入れた日本の総合的な力というのも入れないと、特にサイバーインテリジェンスという部分がこの反撃の能力の中にも入ってきます。単なるスタンドオフミサイルだけではなく、ケーパビリティズとしたのはサイバーとかドローンとかいろんなものが我が国の武力行為に対しての反撃力の一環としてあるという観点から考えていきたいと思っています。ただ1900発の地上発射式のミサイルを中国が持つのに日米がゼロという状況は決してよくありません。この状況をいかにこれ改善していくかという部分は、やはりこれから日米で真剣に考えていく、避けれることができないテーマの一つだというふうに思っております。3番目に台湾の関係ですけれども、日本と台湾が政府間同士が協議できないという案件について、お互いの与党自民党と向こうの民進党が代表で2プラス2と外務防衛というものをやり、あるいは外務と経産という形の2プラス2を私が外交部会長と国防部会長、あるいは経産部会長と相手の代表とやりました。それについては定期的にフォローアップはしております。今私は自民党で台湾政策のプロジェクトチームの長もやっておりまして、山下先生も事務局長をやっております。で今別なチームがこの3日から台湾の方に訪問をして、特に経済安全保障の分野について総統含めいろんなの方とお話をして進めていく予定になっております。以上です。 This has been a very rich discussion. 大変面白いディスカッションをありがとうございました。多くのトピックをカバーすることはできなかったんですけども、山下先生、河野先生が明日ブルッキングスで演説を行います。今日回答できなかった質問に関しては明日に回してくれれば良いと思います。まあホヤのメンバーとしてぜひジョージタウンに河野先生戻ってきてください。お願いします。日系の方たちがこれを主催してくれました。ありがとうございました。シーラ・スミスさん、佐藤先生、小野寺先生、ありがとうございました。ワシントン DC へようこそ戻ってきてくれました。